エレベーターもあるし、トイレも綺麗やし、そうや、ちょっとトイレ変えとこうか。こっちの方は港、境港だね。こっちは境港になってるんですね、そういえば。そっか、中国からも来ますもんね。なぜかシナモンもいるのか。よし、そういえば折り返しの電車の時間見てなかったな。9時21分、そう、10時半だとあっとか間に合わなくなっちゃうのかな。ちょっとまずいんで、9時21分に間に合わせないといけないんで、でここから散歩始めたら戻れなさそうな気がするけどな。生マグロ、ずっと海沿いてるんでね、今日はシアさんもうまそうですね。で、水木しげとる、もう分かりやすくこうドンと書いてくれてますもんね。よし、もう交番も鬼太郎になってんだ。すごいな、ここまで徹底してんだ。すごいですね。こんなところとかもなんか不思議なありますけど、どういう感じですか。あ、これなんか、へえ、すごい。あれもバ、あ、もうバスも、すごいね。へえ。ね、よく作品をね紹介するときにね、それこそ最近やった新海誠さんのね作品とかだと。ね、深海ワールド展開とかっていう言葉とかね使ったりとかしたりすることもあるのかなって感じですけど、いやすごいな、本当に街全体がここまでなってるのは本当初めてだわ。すごいな、もうこういうところにも全部ありますもんね。住めるまあもともと宿とかあるはずですからね、港町なんで。鬼将軍すごいな、境港のこの徹底ぶりはすごいな。塩結び、さあただ
日向に出ると気がついてすぐにカメラがヒートアップしてダメになりそうだなこれ。でこっちの方ずーっと入ってますね。あすげえ、こんなこんな辺り公園とかも、水木しげるとか、まあ、すごいな。へえ。これネズミ構造か。へえ。三平じゃ、北道沿いや。テープリがすごいよ。ハロでこのまんじゅう、ああ北のまんじゅうっていうまんじゅうってまあまあいいな。郵便局まで、郵便局までなんだ、あ郵便局も、あーあれか記念写真か。はがき買って記念写真とかしてもらうとかってできるはずですからね、こういうところは。そういうサービス一応一般の郵便局でもあるはずなんですけど、そういった中央局とかやったらその持ってますし、そういう記念用のね写真っていう普通の写真とちょっと違うやつかね。それが北郎になって、その北郎になってのもすごいな。妖怪ショップ、もう全くもって気が抜けないですね。こういったマンホールのところとかもちゃんといったもめになってるし、すごいですね。マンホールになるってある意味最終形態みたいなところありますもんね。全部だね、すっげーババになる、すげえな。ちょっとちょっと他のアニメの聖地とは別格ですね、やっぱし。ちょっと力の入れ具合が異次元っすね。すげえな。またなんかもうちょっと逆光に弱いやつになっちゃってるんで猫になってますけど、すごい。またどこか、はあすげえ、高速のパーク、この色もいいな。川崎っていうとグリーンのイメージが強いけど、今年の八大場はね、惜しかったって言っていいのかな、どうなんだろうなってところですけど、もうすごいな。シャツ。来たろ。なんか桃太郎みたいに撮るけど、来たろなんすね。当時のやつですね。うちよりも遠いの世代だね。あれになってくると、
うちの親父とかの世代になってきますわね。よく集まっとるね、こんなに。まだ朝の9時くらいやのに、もうすでにいっぱいお客さん集まってきてますけども、地元の鳥取の方の方なのか。